それでは参りましょう。クラウドネイティブプレゼンツ2021イーストジャパンヨーヨーコンテスト 1A 部門決勝。まあ、午後今お昼なんですけど、来た時はもう雨がすごくて何も来てなかったんですけど、まあでもこのぐらいだったら許容範囲です。こちらがですね、ヨーヨー会場でーす。会場でーす。わっ風強。こちらがでね、こちらがですね、僕の楽屋です。今日の楽屋です。本邦初公開はい、こちらの楽屋めっちゃ広いでしょ。めっちゃいいよ。しかも一人でこの道具を使わせてもらったら、ここにね、ファイヤー衣装を買ってますね。ね、こうして広いし、もうエアコンも当然ついてますし、もう鏡もこうやってね、ついてますからね。鏡もついてるし、謎のこのソファーがちょっと座ってみよう。ソファーが、はい、これ広いんで、さっきあの打ち合わせでこう使いましたけど、いいですね、広いですね、いい楽屋ですね。まあ、やっぱりね、なんといってもあの部屋ですよ。あの部屋、これ皆さん何だと思います？この電気ついてるんですけど、勘のいい人もしかしたら分かっちゃってました。こちら、なんと、でね、お手洗いなんですね。なんと、楽屋にちゃんとお手洗いがついてる、素晴らしい、ありがたい。そしてこちら、これ何だと思います？この扉、この扉、これね、なかなか予想当てられないんだけど、こちらの扉、なんとシャワールームになってるんですね。このシャワールームがついてる楽屋ってすごいということで、だからもう、あ、てか、何、ポットの完備してた、閉めてもらって、で、ハンガーあるってもらって、広いし、エアコンもあるし、なんか、モニターもあるしね。ここにモニターあるんで、だから、多分実際ここで待機してても見れるよっていう、まあ、僕はずっとステージのね、袖っていう、いるんで、あれですけど、まあ、ここでも見れるよっていう、すごいな。楽しいもん、広いし、いろいろできちゃう。お弁当をね、いただいたんで、食べていこうかな。すごい美味しそう。なんか3種類お弁当があって、まあ、僕はこの鮭のやつにしました。なんかお弁当選べるとき、魚選びがち。食べよう。午後の皆さんを応援するためにも、ちょっと食べていこうかなと思います。このあのね、鮭が大事でしょ。あとね、ご飯が多いのがいいね。このご飯が多い弁当っていうのがね、最高ですね。やっぱりね、ご飯好きなんでね。ご飯多いのは本当ありがたい。ね、いただきます。最高。うん、あ、お弁当ごちそうさまでした。美味しかった。食後のガルボ、あ、朝買ったやつガルボ好きなんだよ。うん、濃厚、染み渡るな。
本日はクラウドネイティブプレゼンツ2021ジャパンヨーヨーリーグイーストジャパンヨーヨーコンテストへお越しいただき誠にありがとうございます。本日司会進行するのは坂野浩平です。よろしくお願いいたします。ここからは第2グループを始めていきたいと思います。ジャパンヨーヨーリーグのホームページをご覧ください。そして1点お知らせです。本日8月8日にブリッジというプラットフォームでみんなでヨーヨープロジェクトというクラウドファンディング企画が始動しました。本件についてフリージーのミーよりご覧させていただきます。ミー以上お願いいたします。クラウドネイティブプレゼンツ2021イーストジャパンヨーヨーコンテスト 2A 部門予選、応援よろしくお願いいたします。予選結果の発表を行いたいと思います。まずは 2A 部門の結果を発表いたします。以上が各部門の予選通過者となります。決勝戦が間もなくスタートいたしますので、各選手準備をよろしくお願いいたします。ジャッジミュージックプレイヤー、それでは参りましょう。クラウドネイティブプレゼンツ2021イーストジャパンヨーヨーコンテスト 2A 部門決勝。ありがとうございました。以上でフリースタイル競技 2A 部門の決勝を終了いたします。続きまして 3A 部門の決勝を行いたいと思います。開始まで今しばらくお待ちください。それではここからフリースタイル競技 3A 部門決勝を開始いたします。フリースタイル競技 3A 部門は、皆様大変お待たせいたしました。ここから各競技の表彰に移ります。出場した選手はステージの上までお越しください。以上で全ての部門の表彰を終了とさせていただきます。改めまして参加された選手の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。以上でクラウドネイティブプレゼンツ2021イーストジャパンヨーヨーコンテストを閉会いたします。本日の MC は高野浩平でした。ありがとうございました。クラウドネイティブプレゼンツイーストジャパンヨーヨーコンテスト2021